サー・ハンス・スローン・ジュン・ダンは、アイルランド王国のアルスター出身の医師で収集家。自身のコレクションをイギリス政府に依存し、それが大英博物館の元になったことで知られる。チョコレートミルク飲料を発明したことでも知られ、ロンドンのスローン・スクエアに名を残している。1660年4月16日、ダウン県キリーリーで生まれる。父は、 スコットランド王ジェームズ一世が派遣したスコットランド人植民団の団長だったがスローンが6歳の時に亡くなった幼い頃から博物学的なものや奇妙なものを収集する癖があったそこから薬物への興味が芽生えロンドンに出て植物学や薬学を学ぶことになった収集癖が元となってジョン・レイやロバート・ボイルと進行ができた ロンドンで4年間過ごした後、フランスに渡り、パリやモンペリエを訪れた後の1683年、オランジュの大学で医学博士号を取得。大量の植物や珍品のコレクションと共に、ロンドンに戻り、ジョン・レイに植物を送った。レイはそれらをもとにヒストリー・オブ・プランツという著作を出版することになる。1685年に、王立協会の会員に選ばれ、 その頃医師のトーマス・シデナムと信仰を結び、医師としての手ほどきを受けた。1687年、医学校のフェローとなり、ジャマイカに向かうアルベマール校、クリストファー・マンクの先端に医師として同行した。アルベマール校はジャマイカ上陸直後に亡くなったため、スローンがジャマイカで過ごしたのはわずか15ヶ月だけとなった。ジャマイカは植物学者が訪れたことのなかった土地であり、 その間に彼は800種もの新種の植物を記録している。彼はそれらをラテン語の目録としてまとめ、1696年に出版した。また、後にジャマイカ訪問の体験談を2冊の本にして出版している。1693年、王立協会の初期となり、フィロソフィカルトランザクション図紙を20年にわたって編集した。スローンは、 フクローズの未亡人エリザベース・ラングリーと結婚し、3人の娘と1人の息子を設けた。ただし、大人まで成長したのは娘2人だけである。スローンはジャマイカでココアと出会った。原住民はそれを水と混ぜて飲んでいたが、スローンはまずくて飲めたものではないと記している。しかし、彼はそれを牛乳と混ぜると飲みやすいことを発見した。イングランドに戻ると、彼は、 チョコレートミルク飲料のレシピを広めた。当初チョコレート飲料は薬局で薬として売られていたが、19世紀にはジョージ・キャドバリーが缶入りチョコレートミルク飲料を発売するようになった。スローンは上流階級を相手にした医師として成功し、大いに儲けた。彼は三代の君主、アンジョー王、ジョージ一世、ジョージ二世に仕えた。 1716年スローンは順断尺となり、1719年には王立内会協会の会長となって16年間、務めた。1722年には軍の遺憾に任命され、1727年にはジョージ2世の筆頭児となった。同じく1727年、アイザック・ニュートンの後を継いで王立協会の会長に就任。 会長職から退いたのは80歳になった時である。また、ロンドン初の孤児院であるフーウンドリング・ホスピタルの創設にも尽力した。スローンの名声は自然科学の研究や医師としてよりも賢明な投資家としての部分が大きい。1712年、彼はロンドンのチェルシーにあった荘園を購入し、そこがチェルシー薬荘園になっただけでなく、スローンの名が チェルシー各地の地名として残る元となった。収集家として成功を収めることになった決断は、1701年にウィリアム・コートンのコレクションを買い取ったことだった。1741年に引退するとスローンは、それまでの収集品をブルームズベリーからチェルシーの自宅に移したが、その頃には独特の価値を持つまでにコレクションが成長していた。彼はウィリアム・コートン、 フィリッポ・アントニオ・グアルティエリオ、ジェームズ・ペティバー、ネヘミア、グルー、レナード・プルークネット、ボーォート・公爵夫人、アダン・バドル、パウル・ヘルマン、フランツ・キガラー、ヘルマン・ブール・ハーフェといった収集家の博物学的コレクションを次々と入手していった。1753年1月11日に亡くなると、蔵書、趣向、版画、図面、植物、動物、メダル、硬貨、 印象、亀を、その他の収集品についてスロームは、議会が、遺族に2万ポンド支払って引き取るという条件で、遺蔵した。同年条例が議決され、遺産はその条件で引き取られた。そして1759年、このコレクションとジョージ2世の贈書などを書くとして、ブルームズベリーに、大英博物館が開館した。この当初のコレクションの大部分は後に、 ロンドン自然史博物館の基盤となった。また、チェルシー薬草園は、ロンドンの薬剤師らが自由に薬草を採取できるようになっていた。これも、スローンの特殊化としての面を表している。ナイツブリッジにあるハロッツに面した、ハンスクレッセント通りの標識県ジントンチェルシーオーリツクには、スローンスクエア、スローンストリート、スローンガーデンなどスローンの名を冠した地名がある。 また、ファーストネームのハンスを取った、ハンスストリート、ハンスプレイス、ハンスロードも同じ地区にある。また、ウラニアスローナスというガモスローンにちなんで命名されている。カール・フォン・リンネは植物の俗名、スローニアをスローンにちなんで命名した。チェルシーの様子。オールド・チャーチの一部とハンス・スローンの墓が描かれている。ハンス・スローンの記念碑。 ハンス・スローンは1753年1月18日、チェルシー・オールド・チャーチに埋葬された。その場所には、記念碑があり次のように刻まれている。サー・ハンス・スローン、巡番尺、王立協会会長、内会協会会長。1752年、92歳で安らかに永民。この記念碑は、彼の二人の娘、 エリザ・カドガンとサラ・スタンリーが混流した墓には妻も一緒に埋葬されている。スローンは植物の学名で命名者を示す場合にハンス・スローンを示すのに使われる。ありがとうございます。